ックスジャパンの皆様、本日はようこそお越しくださいました。最初にですね、このように皆様揃っての会見は久しぶりと伺っているんですけれども、このメンバー全員での会見、よしきさんいかがでしょうか？そうやって言われたってね、パタどうですか？いや、どうもこもないっすどうですか、年は？はい、嬉しいです嬉しいです、ありがとうございます、はい、そうですね、最近までルナシのツアーをやってまして、それが終わってアルバムのレコーディングや、次のプロジェクトの準備やいろいろやっております。それをやりながら XJAPAN の次の動きの準備をしようとしていたところです。なるほど。まあ、ソロの活動をやったり、まあ、いろんなことをやってました。はい、ちょいちょいいろんなところでギター弾いております。以上。そうですね、いろいろ音の研究とか研究活動をします。はい、音料理じゃない。僕もいろいろとテーマ曲とか、はい、いろいろやらせてもらっています。はい、どこですか？一番石のところ、どこですか？どこもすごく残ってますけどね。どの辺かね。やはりどこでしょうね。品質的にはヨーロッパハマってたよね、結構。そうですね、ヨーロッパ、あと南米のオーディエンスの力強さとか。はい、そうですね、ヨーロッパツアーのバスの中で酔っ払ってたよね。酔っ払ってましたね、はい、まあそうですね、南米とヨーロッパ、アジア、はい、あとは北米も行ったんですけど、まあどれも印象深かったですね。はい、はい、そうですね、やっぱりまあその海外にまで行って人形になるっていうのは想像もしてなかったんで、ええ、なんかそうですね、光栄だなと思いました。はい、あ、どちらですか？大昔にロンドンに。あ、そうなんですか。はいはい、ロンドンのまたまたそご覧になっていかがでしたでしょうか？僕のすごい好きなミュージシャンがいまして、はい、一緒に写真を撮って感無量になってました。そうなんですか。デビッドボーイなんですけどね。あ、デビッドボーイね。そうそう、デビッドボーイ、はいはい、80年代のデビッドボーイで。あー、はい、これも行こう。じゃあロンドン感動しますよ。なるほど、ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしょうか？まずはパタさんいかがですか？いやですねあんまり一緒に飲み行きたくないですね、こいつとね。ね、似てるんですよね。はいはい、似てますよね、皆さん。自分のことは自分であんまりよくわからんのですが、はい、鏡持ってねえのか、パタ。え突っ込んで、すみません、なんでもないです。まあ、ありがとう、その突っ込み。はい、はい、すみません。すごいですね。まあ、こちらの方が半年ほど若いんですが、でも今デジタルものの、はい、が多い中で、こうやってアナログでこういう素晴らしいものができるなんて、はい、いいなと思います、はい、すごく光栄というか、歴史が古いんですよね。250年の歴史があるじゃないですか。はい、そうなんです。昔とほぼ同じやり方で制作をしていて、その作り方にびっくりしました。は、はい、なるほど、そうなんですね。 CG とかを使わないで、はい、全て寸法で作っているので、あ、そのすごいなと、この技術に感動しましたね。はい、都市 なんでないの？いや、なんか知らないうちにみんな勝手に作っていてなんかよしきから連絡がなかった。連絡しなかったっけ？したっけ？あれ、なんか違うとこに行ってなかった違うとこに分かんないけど、ちょっとそのオファーが来た時に、実はタイミングが、僕のスケジュールのタイミングが合わなくてですね、残念ながらちょっとその時に返事を少し待っていたら、もう順番が切れてしまって、次回の順番にということになったんで、はい、まあ、今回は毎日ここで僕が、まあ、立って、そうそうそう、カラオケで歌うじゃん。そうだね、本物は、あれ、これして本物は誰だこれもすごいですよね。なので僕は毎日ここにいますよろしくお願いいたしますありがとうございます。まあ一応リーダーをやらせてもらってるんですけど、こんなにいっぱいまとめられないですよね、これいてほしくない、ね、いてほしくないね。まあ、まあ、都市的にも2人俺がいたら嫌でしょ。かなり嫌だねちょっと辛い気持ちになりますね。ボーカルディレクション2人から言われたらちょっとまずいですね先ほど杉蔵が言ったんですけど、やっぱり昔の方式でやるんでね、すごい
結構びっくりしたというか。びっくりですね。ずっと立ってた杉さんもその間。立ってましたね。しかも骨折してたんです、その時。骨折してたね。ギブスしながら立って結構大変でした、ね、そうなんですか。結構長い時間、全部で2時間ぐらいはかかりましたよ、ね、それだけ、うん、もっとかかりました。え、杉蔵とかはパタとかヒースは東京でやったんだっけ最初の、うん、東京でやった。僕はロンドンとパリでやったの、あの半分ずつ。ほう、それは時間かかりますな。でも2時間は優にかかりました。6時間とかかかった気がする。そうなんですか。気のせいかな。気のせいじゃないですか、ね、なんかキャビアを食べながらなんかちょっと疲れてくるとこれをどうぞって言われて、なんかキャビアですか。はい、うちらはなかったよな。多分水ぐらいですね。本当に。杉蔵さんご自身でマニキュアを塗られたと伺っているんですが、杉蔵さんいかがですか。さっき塗りました。そうなんですよね。これはね、僕が塗らないとこのニュアンスが出ないんですよ、はい、そうなんですか、はい、普段もご自身でマニキュア塗られることはありますか。そうですね、普段は塗りないですけど、はい、ステージではね、塗ります。はい、でご自身にそっくりな等身大のフィギュアに直々マニキュアを塗るというのはどんなお気持ちでしたでしょうか。すごく難しかったです。言うこと聞かないんでこの人。そうですか。指曲げてくれないし、角度も変えてくれないしね、苦労しましたけど。はい、でもパタさんがすごいよね。ヒゲのあたりがすごいよね。もう本人以外何もでもない。感動しました。これよく見ると胸毛もあるんだよね。すごいね。ね、背中の曲がり方がもう同じ、うん、あ、猫背状態、うん、すごい、ね、すごいね。簡単にメッセージをお願いしたいと思いますが、吉木さんお願いいたします。そうですね、まあ、前回のツアーから少し時間が空いたのですが、まあ、本格的なのは多分来年になると思うんですが、世界ツアー第2弾を今検討中です。まあ、メンバーによってはその僕もなんですけど、ソーシャルネットワークですか、 Twitter とか Facebook やってますんで、そういうのを通じてどの国に行ったらいいのかなとかっていうのを今、いろいろミーティングを重ねてるんですが、都市どこに行きたい。国は、国ですか。はい、まあ、いろんなとこ来て、まあ、インドネシアとか。インドネシアいいよね、うん、杉戸どこですか。そうですね、初体験になるのは多分イスラム圏とかじゃないですかね。あ、ぜひやってみたいですよね。ターキーとかいいですね。ターキーね、ロシアとかも結構オファーがあるんで、うん、ね、ロシア、ウクライナ、素晴らしい。ウクライナいいね、綺麗な人いそうだね。いそうですね。そういうこと言っちゃいけないね。はい、すみません。そういう、まあ、本当はこの場で発表できればよかったんですけど、まだちょっと、はい、いろいろ内部事情もありまして、はい。まあ、そういう前に向かってます。近々発表できればなと思ってます。まあ、この人形僕も初めて見たんですけど、日本ではなかなか、ライブの回数が少ないバンドなんですが、ここに来ていただければとりあえず会えるということで、はい、ぜひ、楽しみに来てください。はい、どうぞ。私ですね、じゃあ今後ともよろしくお願いします。こいつのことも一つよろしくお願いします。以上でございます。何ちょっとまだ僕のはできてませんが、僕も、まあ、ここに毎日立って皆さんのことをお待ちしておりますので、本物は誰だということで一つよろしくお願いします。杉蔵さんどうぞ。はい、X ジャパンとして邁進していきますので、今後ともよろしくお願いします。こいつのこともよろしくお願いします。多分僕のメイクさんがしょっちゅう来て髪の毛を直していると思いますので、髪の毛を触っている人がいたら、あ、杉蔵のヘアメイクが来てるなと思っていただければ。そういうことしていい、はい、そういうことしていいんですか。どんどんしてください。じゃあ俺もちょっといじりたいんだけど。そうしたらどんどんいじるんじゃないですか。いやですね、まあ、今日僕もちょっと時差ボケですいません。世界ツアーを考えてますが、企画してますが、日本でもぜひ、そうですね、できれば地方にも足を伸ばせたらなとも思ってます。ぜひ、今後とも応援してください。ありがとうございます。お願いします。